皆さんこんにちは。ビーレジェント管理牛のののめです。今日第7回は、タンパク質の熱凝固について、実験を行いたいと思います。プロテインに入っている、タンパク質なんですけれども、ホエイというタンパク質になりますが、このホエイは、さらに、細かく分けるとその中に、ニューグロブリンというタンパク質と、ニューアルブミンというタンパク質が含まれています。この2つは、熱凝固をしやすいという、そういう性質があります。ですので今日は、プロテインを入れて、こちらの原末を入れて、ホットケーキを作ってみたいと思います。そしてこのプロテイン入りのホットケーキと、普通のホットケーキを焼き比べた時に、どちらの方が、固まるのが早いのか、焼けるのが早いのかという、実証をしてみたいと思います。それでは始めていきます。まず、普通の、ホットケーキから作りたいと思います。まず卵1個入れます。次に、牛乳とお水を入れます。まず牛乳 100ml 入れます。次にお水を50入れます。それを、しっかりとよく混ぜたいと思います。ではそこに、ホットケーキミックスですね、こちらを1袋入れます。ではこれは、あまり混ぜすぎずに、簡単にちょっとダマが残るぐらいに、混ぜます。こんな感じです。ではこれを、シェイカーの方入れていきます。はい、これで、普通の、ホットケーキの生地ができました。では続いて、プロテイン入りの、ホットケーキの、生地を作りたいと思います。同じように卵1個入れます。で、プロテインの粉を入れるのが多い分、水分もちょっと多めにしたいと思います。これは、牛乳を 120ml 入れてます。そしてここに、お水を、60ml 入れます。で合計 180ml になります。そうするとさっきのこちらと、粉と水分の割合が同じになるので同じ比率になります。では、180の、水分の中に原末を入れていきたいと思います。今回は、3杯、いつも皆さんにお飲みいただいている時は4杯だと思うんですけれども、4杯で 20g のタンパク質が取れるんですが、今回は3杯入れていきたいと思います。そしていつものように、ローディングして、そこから、切りたいと思います。ではこれと卵を混ぜます。こんな感じです。ではここに、ホットケーキミックス入れていきたいと思います。これも、あまり混ぜすぎずに、少しダマが残るぐらいで、混ぜていきます。この間に、ホットプレート
トを温めておきます。弱火です。こんな感じです。ではこれも同じくシェーカーに入れていきます。はい、それでは、2つ生地が完成しました。同じぐらいですね、ちょうど、はい、見た目はそんなに変わりません。ではこれを焼いていきたいと思います。テフロン加工が、施されているホットプレートなので油を引かずにそのままいきます。ではこちらがプロテイン入り、玄米入り、こちらが普通のやついきます。ホットケーキは高いとこから落とした方が空気が入っていいらしいんですけど、ちょっと難しいです。これプロテイン入りの方がサラサラしてますね。あ、混ざっちゃう。同じぐらい入りました。こちらの方が、プロテイン入りのパンケーキですけれども、焼け目がぽいです。こちらの方が普通のパンケーキなので、焼け目が薄いです。ですのでおそらくこちらの方が、早く焼けてるんだと思います。反対側も、焼いていきたいと思うのでもうちょっとお待ちください。すごい、全然違う。はい、結果は、このようになりました。全然違いますね。こちらがプロテイン入りでこちらがプロテイン入ってないものです。やっぱり、ホエイが入っていると、熱凝固が、早いのでこれだけ早く焼けたんだと思います。では今日は、今日の第7回は、プロテインの凝固の実験ということで、やっぱりプロテインが入っているものの方が熱凝固が早いという実験結果になりました。ご清聴ありがとうございました。